トリトンの図、トリートーンは、ギリシア神話に登場するワタツミである。長母院を省略して、トリトンとも表記される。ワタツミポーセイドーンとアムピトリー帝の息子。神縁よりの使者とされ、人間の上半身と魚の尾を持つ人魚のような姿で描かれるのが典型である。古代ギリシア美術では、後複数いる種族として描かれるようになった。さらには、馬の前足のついた、 いわゆるケンタウロ・トリートーンの図像が彫刻などで一般化し、ローマ時代に至るまでモザイク画やフレスコ画に用いられた。トリートーンという名前は、第三のもの、すなわち海の世界を意味するとの説を小説家のロバート・グレイブスが展開している。平シオドスの浸透記によれば、トリートーンはワタツミポーセイドーンとアムピトリー帝の息子で、 海中の黄金宮殿で父母と共に暮らす深海を司る神である。父親と同じく彼もまた三冊の矛を持っている。しかし彼の最たる特徴は波を立てたり沈めたりするためにラッパのように吹くホラガイである。高らかに吹き鳴らされるその音たるや巨人たちが狂犬な野獣の唸り声だと勘違いし逃げ出すほど恐ろしいものであった。 ギリシア中を大洪水が襲った時、ホライを吹いて、水を引かせ、デュカリオーンとその妻を助けた。トリートーンはまた、ローマ神話やジョジシにも登場する。アエネイスでは、トリートーンはアエネーアースのラッパブキミセヌスが、ホライを吹いたことを自らへの挑戦とみなし、その水槽の際をネタンで海に投じて殺した。ヘイラクレースが、トリートーンと組合い格闘する場面は、 古代ギリシア美術、特に黒絵式陶器の定番モチーフの一つであった。だが、これを物語る文献は現存していない。だが例数は、より少ないが、同題材を扱うと見られる。ギリシア陶器の中に、ヘイラクレースの相手を、ネイレウス、または、海の老人と記す例があり、ヘイラクレースとネイレウスとの確執についてならば、記述する文献が現存する。海の老人は、 いくつかのわたみに当てはめられる表現であり、ネーレウスもこれに該当する。また、ネーレウスはトリートーンのようにしばしば犯人犯魚の姿で描かれていた。一つの説明によれば、このネーレウスを全身とも人間の姿で描く慣習が、絵師たちの間で定着したため、この場面を描く場合に犯魚人をトリートーンと知るさざるを得なくなった。そしてネーレウスは、 格闘を傍らで観戦する形でこの場面に登場する例もある。赤い式の時代が到来すると、このヘラクレース体トリートーンの題材は完全に捨てれ、代わりにテイセウスによるポセイドーン宮殿への冒険などが題材にされてゆき、その宮殿にはトリートーンが配置されることもしばしばある。この冒険を記述する文学にはトリートーンが媒石するとは記されないが、 トリートーンがそこにいるとして描かれても何ら不自然な点はないと指摘される。アルゴーフな物語では古代リビアに座す神格として登場するが、これはタツみとは別の神として扱う向きもある。この総話のトリートーンは原点ではポセイドオンとエブローペーのことあり、イボとなっている。アルゴー船がシュルティスのサスに打ち上げられた際、乗組員らは大船をトリートーンにすこへ運び、 そこの神であるトリートーンが彼らを地中海へと導いた。このトリートーンは、はじめ、エウルピュロスという青年になりすまして現れ、後に神の神々しい姿を顕現させる。このトリートーンは、そもそも古代リビアの王を神格化させたものであると、シケリアのディオドロスはしている。トリートーンエウルピュロスは、アルゴー船員たちに土くれを贈り物として与えたが、 これはやがてのチリビュアのキュレネの地をギリシア人が植民地として授かるという啓示であった。この逸話を諸集する作品の一つにロドスのアポローニオスアルモナウティカがあるが、これはトリートーンが魚尾を持つと表現した最初の作品であるとされる。ギリシアローマ時代のある時点でトリートーンは一柱の神格ではなく複数いる男の人魚族として描かれるようになり、 トリートーンは男の人形を意味する一般名詞と化した。一般的なトリートーンらは地理学者のパウサニアスによって詳細に述べられている。トリートーン族の図像としてケンタウロトリートーン、またはイクチオケンタウロスが人の体と魚の尾に加えて馬の前足を持つ形も知られる。ギリシア陶器画にはトリートーンの添え書きを伴う犯人犯魚の男性像が 全6世紀頃から多く見られるようになったが。また、一仮説によれば、トリートーンが男の人形を意味する、一般語と化したのもこの頃である、後の時代には複数いる種族として描かれるようになった。一説によれば、全4世紀頃が転換期である。一例として、彫刻カスコパースが制作した群像がある。これは現存しないが、ローマに移転された後、 大プリニュースが、その著、博物誌で複数のトリートーンが混じっていたと述べている。前足の代わりに一体の翼を持つトリートーン。レリーフ彫刻。ミュンヘン、グループトテイク所蔵、目録239番。爪のついた前足を持つトリートーン。レリーフ彫刻の模写。ミュンヘン、グループトテイク所蔵、目録115番。半人半エビのトリートーン。 ヘルクラネウム湿度のフレスコガノモ写、キュポルティチ博物館所蔵、魚の尾が2本あるトリートオーン。ドミティウスアヘイノバルブス祭壇。また、ギリシア芸術の後期からローマ期にかけて、魚の下半身から馬の前足が生えている、いわゆるイクテオケンタウロスと呼ばれる図像も用いられるようになった。知られる最古の例は、全2世紀とされる。 イクティオ・ケンタウロスという記述は古代ギリシアには皆無で、書出はビサンツ帝国時代の12世紀である。馬脚の生えたトリートーンはケンタウロトリートーンとも呼ばれる。前足でなく、そこから翼が生えているトリートーンの例や、鋭い爪のついた前足の例もある。また、下半身がエビの例もヘルクラネウム湿度のフレスコ画に見られた。 魚の尾のような部分が2本ついているトリートーンも、ある時期を境に描かれるようになった。ドミティウスアヘイノバルブス祭壇に例があり、ドイツの美術批評家ルンプは、魚尾2本のトリートーンの最古例と考えた。しかしながら、2尾の女性版トリートーンならば、ダーモポーンが、リュコシュラに残した例が、より古く、しかも、これが、最初の例とは考えにくいという意見があるラティモアは、 ニビのトリートーンは全4世紀に遡れると推論しており、スコパースがその創作者ではないかと目視している。すでに触れたが芸術品の中にはトリートーンと同様だが上半身が女性である作品も見られ、これらは英語でトライトネス、メスのトリートーンと呼ばれている。海洋星の最大の衛星トリトンの名はこの渡ツみにちなむ。海洋星の英名。 ネプチューンの語源であるローマ神話のネプトゥーノスはギリシア神話のポセイドオーンと同一視されており、この衛星の名は象徴的である。メミナトリトーンは伊勢湾岸自動車道の名古屋港に架か,かる三つの橋をまとめた愛称。それぞれ青、白、赤の三色に色分けられている。トリートーンが海の神ポセイドオンの息子であることや鳥が三つのを意味する。 トライマイナスに通じることからこの愛称が使用されることになった。橋町はそれぞれ758メートル、1170メートル、700メートルに及び世界的に最大規模を誇る往復六車線の海、乗車バ橋梁群である。全日本空輸は1982年に30周年を記念して現在の青色基調の塗装に変わり、この青色を トリトンブルーと呼ぶ。トリートーンは嵐を沈める、安全の神として崇められ、船の航行の安全を守っていたとされている。海から空に変わっているものの、安全運航をかけて名付けられた。ありがとうございます。